はい、これは伊勢神伊勢俵文字といって、伊勢神宮ですね。確か伊勢神宮っていうのは天照大神っていうのが、大江の神かがいまして、で最初はイザナビとイザナミの御事っていうのがいまして、まあ、これが、日本最古の、まあ、古事記という歴史があるわけですね。でそこから、まあ、天皇さんというのが今の代に至るまでのことが、今の代に至る元になったものかがあるわけですね。で、まあ、こういう話ってなるに日本だけじゃなくて、ギリシャ神話とかね、あの ローマの方にもあったかな、ありましたけども、まあ、本能を言えば、本当のことを言えば、人間が生まれる前には恐竜っていうのがいて、でその恐竜っていうのが生まれる前は地球は真っ赤な火の玉みたいなでっかいのがあって、でそれで宇宙のこう塵というかそういったものが集まって出てきて、でそこにその最初は地球ができたばっかりの時って海もなければ森もない真っ赤な大地だったんだけど、そこからその真っ赤なマグマのところからまあ冷え固まって、できたわけですね。でこれを神話時代だと、これをおのころ島だと言ってね、名付けて日本がこうできたんですよって言ってるわけ。でも実際のところは、そういう話とはちょっと話が違ってくるんですね、うん、ただ日本の場合はこう神話から始まったから、昔の戦前の教育とか戦後ちょっと間もない頃の教育っていうのは、神武天皇さんがいて、まあ、この方が日本の天皇さんとして始めたんですって言って教えられてきて、でその前まではイザナミノミとイザナミノミコトっていうのがいて、これが、日本の天皇さんのもとを作った人がいたんですよって教えられたんだけど、ただ同時にそれっていうのはまあ大和武田なんかもそうですね、まあ、どっちかというとこう神話の要素が強いので、実際にいた人なのかって言われると、まあ大和武田の人は実際にいた人だと思うんだけど、まあちょっと あんまり本当は実在してない天皇とか、実在はしてるけど一人の人間でやったことではなかったりとか、いろいろあるわけですよね、うん、で、そういったもの、なるしろほらね、戦前とか戦後の日本というのはまだ恐竜がいたなんてことが分からなかったからですね。縄文人なんていないっていう、ある意味その縄文時代より前の時代なんてあるわけないっていうふうに言われていたし、米作りの前にね。であとはそういうふうにだったから、恐竜なんていうかそんなでかい生き物いるわけないだろうっていうふうな、見方する人も多かったですかね。うん、でそういった中でその、まあ、神様っていうのを象徴するために古事記というのが生まれて、それが、大仏を作って聖武天皇とかと言いましたね。あの聖武天皇の前に2人のおばさんがいたんですよ。で2人のおばさんがその天皇女帝として天皇さんとしてなったの。というのも聖武天皇ってもともと病弱な天皇の人だったから、あんまりその丈夫じゃなかったんですね、健康的に。でそうすると、じゃあ聖武天皇のお父さんというのが確か文武天皇さんだったかな。で文武天皇さんというのもまだ病弱な人だったから、まあ、すぐ亡くなっちゃったわけ。でそうすると文武天皇が亡くなる、三男が亡くなって、その次に女帝の人が2人ほどいて、あ、1人最初女帝がいて、その方がなく、あれですね、あの体力の衰えとか、まあ、そういったのがあって文武天皇に後を譲ったんだけど、その文武天皇も若くして亡くなったから、今度またその女帝が引き継いで、その女帝の間に後に聖武天皇というのが生まれてきたわけで、聖武天皇の時代になったわけですね。だからまあそういう時代があったんです。ただそうすると、なんていうの、天皇さんがまあ病弱だったなんていうとね、まあなんていうの、それをいいことに乗っ取ってやろうとかね、まあそういうふうな人たちが出てくるとも限らないわけですよ。かつてあった蘇我のイルカとかね、なんて言って、そういった人たちがいたから、だからそういった人たちが出てくると困るから、まあ、そして天皇さんというのは神々しい方であり、人間とは一目置かれて違うんだと、人間より上のくらい神様なんですよと、もともと天皇さんというのは神様というところから生まれ変わってきたんですと、でそれを象徴して、それをさらに象徴するために、だから神様というものは偉いのですと、ですから天皇さんは偉い存在であるから、ね、
国民の人たちはそれを恐れを敬ってね、きちんと礼儀正しくしていなきゃいけません。そして天皇さんを崇拝しなさいと、こういうふうなのがあったと思うんですよね。で、まあ、ちょっと宗教的な要素も絡んでいくというかなと思うけど、そういったのがあって、でそれで、そういうのを誇示するためというか形作るために、まあ、古事記というものを作って、でそれを日本の国民に広めていったんですよ。だから、まあ、その時代の人たちに、田んぼや畑を作る以前の時代があったとかね、あるいは恐竜をしてる恐竜の時代があったんだなんていくら言っても信じてもらえないわけですよ。そんなものあるはいるわけないだろう、ははははって言われて、それこそあの昔の話の中かなんかのなんかの物語のなんかの世界だろうって逆にそう思われてましたからね、うん、だから、そういうふうに、まあ、天皇さんというのを片付ける、より権威を高めるために古事記というのが出てきたわけですよ。で文武天皇さんというのが確か古事記を全部返済するように命じて、で文武天皇さんが亡くなって次の女帝になった時に、その女帝の代にその古事記というのが完成して、その後またその古事記に次ぐ、聖武あの何だっけな聖武天皇じゃない、あの壬申の乱のね、まあ、時代まで書かれたものがあるんだけど、それもまた他の方が引き継いだんです。でその時に、まあ、昔に昔はどうなってたんですかって言って昔の昔を言って、それを伝える語り部という人がいたわけで、語り部という人は今で言うと何て言うの、資料をあの保存したりとかね、うん、昔のものをこう何て言うのこう整理したりとかするものですよね。今だったら、まあ、写真だとかね、かあの今だったら高度な技術で保存できたりとかできるけど、当時は保存するとか写真なんてものないし、保存してもあのすぐにね壊れちゃったりとか、まあ跡形もなくなっちゃったりとかする場合もある。でその時に、まあ、語り部というのが代々いて、で昔はこんな話があったんだとね、だから昔話を語る人みたいな、そんなような人がいたわけです。でそういった人たちを通して、いろんな人たちに参考を通してできたんですね。で多分伊勢神宮っていうのは有名なところだと思う。出雲のところに神様がいたんだよね、昔。出雲の天皇さんの。うん、で、それを、その、なんだっけ、アマタラス大神だったっけな、あの 岩宿にこもったっていうか神様ね。で、その人が、日本を統治するために、その伊勢を統治するために来たんじゃないか。だから確か伊勢神宮って、そこで多分合ってるんじゃないかな。長い、このでかい建物に長い廊下があって、あの階段があるのがあるんですよ。神秘的なところでね。で、それは確かちょうど時代的に言ったら、卑弥呼がいた少し前ぐらいの時代じゃないかな、になってるんですよ。でまあ神話の時代化で言うと、卑弥呼の時代ってのは完全にもう何て言うの、それてるっていうか、完全にもう別系統の話だから、もうその話には載ってないんだけど、卑弥呼っていうのはじゃあいつから出てきたのかって言ったら、あれですよ、女帝の天皇さんがいたわけですね。で要するに天の岩戸に隠れた人が卑弥呼だったんじゃないかと。要するにその時鏡ってのを持ってたからね、うん、でそれが卑弥呼さんじゃないかっていうふうに言われてるんですね。で神宮皇后っていうのも卑弥呼さん、あるいは神宮皇后が卑弥呼さんか、あるいはその伊予という豊かという跡継ぎがいたんだけど、まあ、その人じゃないかとか言われてるんだけど、まあ真相のほどは分かりません、うん、というわけでね、その、まあ、伊勢神宮参拝記念ということで、まあものです。では食べてみようかな。いろんなお土産みたいなねありますよね。まあこういったのがあったらね、いいなと思うんですけども、よいしょ、こういうふうにね、美味しいずいろんなのがあってね、なかなかいいです。ほらこうやってお餅になっててね。では
食べてみたいと思いますね。ちょっとこう穴馬が開けられてますけどね。うん、なんだろうか、くるみみたいな、ね、これ小麦、卵、落花生、そば、エビ、カニを含んでると言われてるので、なかなかの美味しいですよ。うん、すごいもちっとしてんだけど、なかなか柔らかくてね、うん、結構な甘い味わいでね、なかなかいける味。うん、もちもち感のあるあんこかな、なんか入ってて、なかなかこの伊勢神宮の玉の餅いいですね。うん、もちもち感、やっぱりちょっと神々しいですね。昔こういったものって、あのお金持ちの人しか食べられないから、一般の人はなかなかこういったものって、なんか行事ごと、祭りとかそういう行事ごとがある時じゃなくて食べられなかったと思うんで、うん、なかなかなんですよね。それこそほらお米の絵がこうやって書いてあるように、まあお米をほらこうやって祝ったりねして、それをまあ神様にね供え物として、やったんでね。でこういうふうにほら高い櫓の倉庫があって、そこに入れていたんですよ。なんでかって言ったら、あの低いところに行くとネズミにやられるから、こういうふうにあのした方がいいわけです。でネズミがこうやってやってきても、あのネズミってのは頭が悪いですから、ここにやってきても、こういう壁があるんで、そこにボコンってぶつかってですね、上に上がれないわけですよ。まあそういうふうにして、あの作ってたわけですね。うん。でそういうふうにして、まあ神様にお米を昔から、まあ古代の時からね、お供え物としてやってきて、だからこういうお餅なんかも、でお米を作りまして、このお米でお餅を作りましたっつって、でそれをこう神様にこうお供え物をしていたんじゃないかなと思うんですけど、なかなかね。うん、あの良いですね。だからこれは伊勢神宮に行くとこうあの買えるんじゃないかな、うん、ものではないかなと思うんですが、なかなかのいいお餅で、これはこう柔らかくてね、美味しいなという感じです。どうもありがとうございます。